万波選手といえば長打力、はい、遠くへ飛ばすための大事なポイントみたいなのがあります、はい、まあ、僕がすごい大事にしてるのはボールこすんないってことをすごい大事にしていて、まあ、この手がボールだとした時にこう下に入れて回転かけて飛ばすとかっていうのもよくあると思うんですけど、僕はとにかくボールの、まあ、中心をなるべく打てるように練習で心がけていて、その打球の速度だったりこう一番強いボールに力を与えられるのってやっぱ中心打つことなので、とにかくボールの中心を狙ってまずはライナーで、そのライナーに角度がつけていけば遠くに飛んでいくと思うんで、僕はボールの中心をめがけて打つっていうのをすごい意識してます。やっぱりいろんなのを測ったりしてもそれが実際一番速かったりするんで、ちゃんとドンって当たったのが、それは試合ではちょっとスピンしてくるボールに対してうまくなんか角度がつくみたいな、はい、そうですね、練習でやっぱそこ狙って打ってるともっとスピン量上がったりホップしてきた時はちょっと下入って、まあ、うまくいったらいい打球いったりしますし、まあ、練習通り打ったらしっかりバーンって強いライナー打てるんで、なんかやっぱりフライってやっぱどちらかといえば力がなくなってくるので、こうライナーで、まあ、どこまでも伸びていくような、まあ、強い打球打てるような打球が、まあ、僕は長打打つには一番いいんじゃないかなと思います。レベルスイング、はい、意識されていると、はい、理想のスイングって、はい、レベルスイング僕が目指してる